バッテンです。今日はこちら、名古屋大学2021年理系第2問、文系第2問、文理共通問題を初見で解いていきたいと思います。ぜひ一緒に考えてみてください。では解いていきたいと思います。4つの実数、アルファが623、ベータが635、ガンマが652、なんかサイクリックになってますね。で、デルタイコール2分の3と置くと。で、以下の問いに答えよう。括弧1、アルファ、ベータ、ガンマイコール1を示せ。で、括弧2、括弧3と。まあ、続いていく問題ですね。なんかあんまり見たことない感じの問題で、まあ、しかも名古屋大学なんで、結構怖いですけれども、解いていきたいと思います。まず括弧1、アルファ、ベータ、ガンマイコール1を示せ。まあ、これは、定の変換公式ですかね。で、やっていけばいいかなと思います。つまり、まあ、かけたら1っていうのは結構見た瞬間分かる方も多いんじゃないかと思うんですけど、定の変換公式やっていくと、例えば定を10でいいのかな、2とかの方が良かったりするんですかね。まあ何でもいいんですけれども、なんか後に生きてきそうなので定を2で揃えましょうか。そうすると、まあ、アルファはログ23のままでいいと。で、ベータはログ23分のログ25かけることのガンマはログ25分の1となってくるので、約分約分で1と。これで証明終了ですね。で、括弧2、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタを小さい順に並べよう。これがなんか大変そうな気がしますね。というのも4つあるので、何と何を比較するかっていうのがなんか難しそうですね。なんかこういう問題でよくあるのは、何かしら例えばですよ、1とかがあって、まあ、これは1より小さいよね、でこれは1より大きいよねみたいなのがあれば、まあ、そこの中だけ比較してあげればよくなったりするんですけれども、今回はというと、まあでも今回も1を境にするならば、ガンマはこっちですね。こっちがちっちゃい、こっちが大きいとして、まあ、つまりログ55よりも、小さいですよね。ということは、まあ、定が1より大きいので、これは成り立っていて、まあ、これが1なので、ガンマは1より小さい。ですけれども、他のものは、アルファ、ベータ、デルタは、こっちにありますね。1より大きいですね。なので、右側にあるよと。そしたら、じゃあ、あとはこの3つの中の戦いになるので、組み合わせが絞られますね。そしたら、あとは、まあ、ガンマが2分の3っていう、まあ、綺麗な分数になっているので、これをログの世界に持っていってあげて、3つを比較するというのが、いい気がしますね。そうすると、まあ、対数同士を比較するのであればどうでしょうね。まあ手を揃えられたら一番楽ではあるんですけれども、まあ、例えばベータを手を2に揃えてあげると、ログ23分のログ25で、デルタっていうのは、ログ2、2分の3。あ、違う違う。2の2分の3乗。なので、ログ2、ログ2、2ルート2と。違いますね。回ってるか。2ルート2。ルート8ですね。なので、まあ、この時点で、ガンマとアルファの代償関係はついていて、ここが3よりも小さいので、これはこうですね。定が1より大きいので、進数の代償がそのまま対数の代償になってくるので、デルタはアルファよりは小さいっていうことはまあ分かりますけれども、このベータですね、ベータがくせ者だなと。でもこのガンマじゃないデルタですね。デルタは、なんか、定を自由自在に操れますよね。
今適当に2で置きましたけれども、これを逆に、まあ、デルタはですね3回に1回ぐらいうまく書けないんですけれども、デルタ、あ、ちなみに大学行くとデルタは綺麗に書けるようになります。もう嫌でもめちゃくちゃ書くので。でこれをむしろ定を3にしてあげると3の2分の3乗、これどうですかね、ログ3の3ルート3で、もしこれが5よりも大きければ逆にもうベータがデルタよりちっちゃくなっていって大小分かると。あ、でもこれいいですね。これはログ3の、まあ、ルート27だったので、これはログ3のルート25よりも大きい。でこれはログ35なのでベータですということなので、ベータ小なりデルタ小なりアルファが今言えましたね。デルタを定を2で揃えるとアルファと比較できて、デルタを定を3で比較するとベータと大小関係分かったよということで、ガンマ、ベータ、デルタ、アルファ、これでいいんじゃないかと思います。やっぱり定を揃えるっていうのは大事ですね。まあ、定も進数も違っていると比較のしようがないので、定を揃えてあげて、まあ、進数で比較できたっていう感じですね。まあ、そうするとなんか綺麗に示すことができました。 OK ですかね。まあ、括弧1でアルファベータガンマイコール1を示していて、まあ、全部プラスなので、まあ、必ずアルファベータガンマのうち1つ以上は1より小さいものが、まあ、それぞれ1ではないので1より小さいものが1つ以上あるはずで、まあ、確かにこれだとガンマがあって、まあ、そんなに矛盾はきたしてないよということで OK でしょう。では、カッコ3。カッコ3が重たいんですかね。解いていきたいと思います。P イコールアルファプラスベータプラスガンマ。Q イコールアルファ分の1プラスベータ分の1プラスガンマ分の1とし、FX イコール X3 乗プラス PX2 乗プラス QX プラス1とする。この時 F にマイナス2分の1 F マイナス1 F マイナス2分の3の正負を判定せよ、正負を判定せよっていう問題ですね。なんかふわっとした問題が続きますね。さっきの大小関係書いておくと、ガンマ小なりベータ小なりデルタ小なりアルファでしたと。で括弧1で示したアルファベータガンマイコール1ですよと。なんか解と係数の関係をうまく使えそうな香りがしますよね。この P っていうのもアルファプラスベータプラスガンマですし、まあ、Q っていうのがこれ通分するとなんかいい感じに、あ、ベータガンマガンマアルファアルファベータなんですけれども、ここが1なので結局これがアルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファになると。お、ということは FX はこれなんか意味ありげですけれども確かに意味があって、 X3 乗プラスアルファプラスベータプラスガンマかける X2 乗プラスのアルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファ、これすなわち Q がこうだったんですね、プラスの1で、まあ、解と係数の関係を見越すとここがアルファベータガンマになってほしいんですけれども、実際にそうなると1ってことはこれアルファプラスアルファベータガンマで書き換えられますよね、ということなので、これはあ、でもマイナスがついてないんですね。 X、 あ、そうかそうか、 X プラスアルファ X プラスベータ X プラスガンマにすればいいんですね。これで因数分解できますね。なんか普通の解と係数の関係ってマイナスがついているイメージですけれども、それはここが x マイナスアルファ、x マイナスベータ、x マイナスガンマだからですね。これは素直に因数分解すればこういうふうになると。で、そうするとこの3次関数というのは、イコール0の解が x イコールマイナスアルファ、マイナスベータ、マイナスガンマなんですね。でこれらの大小というのは
括弧2で出した大小関係使うとマイナスガンマ大なりマイナスベータ大なりマイナスアルファですね。ひっくり返りますよね。ということなので3次関数としては X 軸があったときにホイホイホイとあって、ここがマイナスアルファ、ここがマイナスベータ、ここがマイナスガンマですと。そしてデルタが入っているんですね。ここがマイナス2分の3っていうのが分かりますね。つまりマイナスデルタ。そして、さっき1も入っていて、つまりここに1があったので、それも付け加えるとこうなっていますよと。そうですよね。で、これでなんかもう2つは出てきていて、あとマイナス2分の1が欲しいと。ということは2分の1との大小が欲しいので、2分の1、2分の1でも2分の1はアルファとの大、ガンマと2分の1を比較しないといけないんですね。今の考えていることとしては、2分の1がここに入ってきてくれれば、ここにマイナス2分の1がついてきて、こうか、ここにマイナス2分の3があって、ここにマイナス1があるっていうのは分かっていて、あとここにマイナス2分の1、ここにマイナス2分の1があるのか、もしくはこっちにマイナス2分の1があるのか考えたいので、ガンマと2分の1のこの2つの戦いが始まるわけですね。これを考えます。そうするとまたさっきと一緒ですね。2分の1の方をログに持っていってあげると、ここがルート5で、ルート5というのはによりも大きいですね。ルート4より大きいので、なので2より大きい。すなわち目論見通り、目論見通りじゃないですね。ガンマ小なり2分の1なんですね。なのでこれをちょっと書き換えると、これまで消すか、ガンマ小なり2分の1小なり1小なりベータ、ガンマとデルタがこうですね。ということなので、これは違っていて、マイナスガンマはマイナス2分の1より大きいですよということが分かりました。すなわちグラフで言うとこっちですね、こっちにマイナス2分の1があるとということなので、グラフからf-2 分の1っていうのがマイナス、 f-1 っていうのがマイナス、 f-2 分の3っていうのはプラスということが分かりました。これでいいですかね。グラフは大丈夫だと思うんですけれども、マイナスアルファ、大小関係は多分合ってるでしょう。で、ここはマイナスデルタ。で、ここはマイナス2分の1。で、マイナス1で、マイナスベータ、マイナスアルファ。で、グラフは3次関数で、3次の係数プラスなので、こっちに上がっていって、政府はこうなると。いいですかね。そんなに計算が激しくなくて、しかも最後ですね、めちゃくちゃすっきり答えが出るので、個人的には大好きなタイプの問題ですけれども、皆さんはいかがでしょうか。やっぱ括弧2ですかね。誘導はすごく名古屋大学らしくて丁寧ですけれども、括弧2で大小関係を見抜くことができれば、うまくですね、手を揃えながら比較するっていう考え方が分かれば、括弧3も
いろいろと飾りはついてますけれども、うまく誘導に乗っていけるんじゃないかなと思われます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。